僕はいつもあちこちを放浪している。ある時、麓にある小さな町に着くと、山の奥に一匹の大妖怪が住んでいるという話を住人が教えてくれた。そいつは仮面をかぶり、背中に大きな翼を生やしていた。出会ったらすぐ逃げ出さないと食われてしまうぞってね。山の景色を一通り満喫して帰ろうとした時、帰り道がわからないことに気がついた。少しためらっていると、突然目の前に大きな妖怪が現れた。しまった、僕はそう思った。だがその妖怪は黙って僕に近づくと、肩越しに僕を一瞥した。案内してくれるのだと気づき、僕は後ろについて歩くことにした。別れ際、僕は妖怪に向かって、所用って言うんだと挨拶した。君のものを記録して、無知識者よ、さようなら。